はい、皆さんこんにちは。岩井テニスアカデミースポーツドクターの岩井です。今日はいただいた質問に答えていきたいと思います。40オールなど重要な場面で、セカンドサーブダブルフォルトしてしまって気持ちが落ち込んでしまったり、メンタルが弱いんじゃないかと思ってしまっています。こういった場合にどうしたらいいでしょうかというご質問です。これについて今日はですね、確率論というテーマでお答えしていきたいなというふうに思います。この質問なんですけれども、皆さん一旦試合の場面を忘れていただいて、練習の場面にイメージを向けてください。皆様には今ボールを10球差し上げます。そしてその10球すべてセカンドサーブを打って、しっかりと振り切ったサーブを相手のね、サービスボックス内に入れてくださいという課題が出たとします。大体ですね、トップレベルの選手であってもこの課題というのは非常に難しい課題なんですね。皆さんももし10球それを打った場合に、どんなにいい確率で入ったとしても、おそらく1球か2球はフォルトをすると思うんですね。はい、もちろんこれが10球全部入るとそれはセカンドサーブ確率が 100% ということになるんですけれども、練習の時からもしかしたら4球3球と入んない時があると思います。そういった自分のセカンドサーブというのはもともとですね、ノンプレッシャーの時でも7割8割9割、これぐらいの確率しか入らないんだということをまずしっかりと自覚してください。これをすることによって何が起きるかというと、その40オールの場面、見た目的にはすごく重要な場面でフォルトをしているのですごくメンタルが弱いというふうに思ってしまいがちなんですが、実際の場合はもともと確率が 7,8 割なわけなので、そのフォルトがたまたまそこで出たという確率論として捉えることができます。なので確率としてはですね、1ゲームの中で1本ぐらいダブルフォルトが出るというのは全然その悪いことではないんですね。それぐらいのエラーっていうのは練習の時から出ているんであれば、それは試合の時に緊張してしまって出ているということではないので、皆さんのメンタルが弱いわけではないということをまず自分に言い聞かせてあげてください。それをすることによって40オールでダブルフォルトした後のプレー、これに響かない、そして次の試合に響かない、そういったメンタリティを保つことができます。はい、でその中でじゃあどうやったらその日頃の練習から7割だったものを8割、8割だったものを9割にしたらいいか、このことにフォーカスしてほしいなというふうに思います。これについてはもうシンプルですね。シンプルなことは何か、ボールはラケットが当たった通りに飛ぶということです。自分のイメージ通りにボールが行ってないのであれば、自分のイメージ通りにボールを投げられていない、トスができていない、もしくは自分のイメージ通りにラケットを動かせていないということです。これを鍛えていくたった一つの方法がコーディネーション能力の向上なんですね。コーディネーション能力というのは自分の体を自分が思った通りに動かす能力のことです。よく武井壮さんが大事だというふうに言ってくれてますけれども、自分がこの通りに動かしたいと思った通りに動くような体を身につけることが重要なわけです。これを向上させていく道は地道な道しかないんですね。それをやっているのがオンラインフィットネスギフトになります。私自身ですね、こういったコーディネーション能力に目を向けてもうすでに10年ぐらい経っているわけなんですね。皆さんもオンラインフィットネスギフトにぜひ入っていただいて、毎日コーディネーション能力に刺激を入れていく、そのことをまずは10年間ずっと続けてみてください。そうすれば必ずですね、ご自身の体がコントロールできるようになり、安心してセカンドサーブが打てるようになります。それではですね、このチャンネルではこのように皆様のテニスのお悩みにお答えし、よりパフォーマンスが高いテニスができるように頑張って配信していこうと思いますので、いいなと思っていただいた方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。それではテニス頑張ってください。バイバイ。